川西マーク3番の吉野武史、残りは2周赤番のホームへと入っていきました。真由紀4番田原弘明、そして後ろ詰めから抑えます5番の川西孝幸、昨日同様赤番で抑えています。中段から中段は7番の碇智仁3番手、真由紀から4番の田原弘明は引いての5番手です。2対2対3の形、残りは1周半を迎えます。赤番で抑えています5番の川西孝幸先行体制、一方4番の田原弘明一気にかましてくるか。ジャンの2センター5番手から仕掛けていきますが、前もペースを上げて5番の川西孝幸最終周回、しかし北海道両者一気にかましきりました。3番手の2番の関家が遅れまして、1コーナーから2コーナーカーブへと向かっていきます。先頭をかました4番田原弘明、マーク6番の永井亮、そして3番手には5番の川西孝幸、まだまだ射程圏か。まくってくる7番の碇智仁、碇まくっていきますが、現在は3、4番手の外目でちょっといっぱいか。2センター4番手から踏み込んでくるが、3番の吉野追い込みが直線コースへ向いてくる。3番の吉野武史展開ついて追い込んでいきました。2着争いどうでしょうか。1番中澤と4番の田原の争いです。先行1車2番の日浦貴道、初手は中段でしたが後方に車を引いて、残りは2周赤番ゲージを通過です。1番高橋教授の前受け、3番手に上がってきたのは6番岡崎康郎、5番手から踏み込んでいきます。先行1車2番の日浦貴道、ジャン前に抑えて後ろは無風で7番鳥越康弘、3番手に絡んでいるか。6番の岡崎康郎、いや番手まで行きました。番手に行った6番の岡崎、7番の鳥越康弘と勝負になっています。最終周回並走真後ろ4番中村光義、あとは3番の河合に1番の高橋教授は後ろから2人目、一旦ペースを落として徐々に加速していきます。2番の日浦貴道後ろはどうか、まだ競り合いは続いています。インコース6番の岡崎康郎、アウトコースには7番の鳥越康弘、鳥越がマークを守りきりました。3番手も4番中村光義が続いて、近畿中部の3社が先頭から3番手、その後ろ3番河合康晴4番手、4コーナーから直線です。先頭2番の日浦貴道、2番の日浦がどうやら逃げ切ってのゴールラインで決まっています。後ろ攻めになった1番の原岡大志郎、原岡大志郎がまずはじわっと上昇していきます。前は突っ張る感じの7番の関谷哲平、3日間とも主走権を取ろうという7番の関谷です。関谷が先行体制で、中段の位置は5番の甲斐康明4番手、一旦上がりかけた1番の原岡大志郎ですが、元の6番手に戻って残りは1周半を切りました。ジャンで再度踏み込んでいきます。1番の原岡大志郎、後ろの6番の鶴岡は遅れ気味、原岡踏み込んでいきますが、ここは中段3番手に現在追い上げています。最終周回で向かっていきました。先頭突っ張った7番の関谷哲平です。原岡大志郎は交代です。2コーナーからバックで向かっていきました。先頭関谷、マーク2番の隅レオナ、3番手は4番の山田正幸、近畿中部3社ががっちりと先頭から3番手、1番の原岡大志郎はその後ろの4番手、5番手になったのは5番の甲斐康明、4コーナー回って直線です。前の3社で果たして決まるかどうか。番手から2番の隅レオナ、2番の隅が追い込んでのゴールです。どうやら突き抜けたか。4番の山田正幸2着。最終日まず後ろ攻めから抑えていきそうです。残りは2周、しかし2分線で5番の佐川が出すかどうか。佐川が突っ張っていきまして、残りは2周ですが、ここは1でも叩き切るのか。7番の栗玉を、しかし佐川が突っ張っています。2コーナー回ってバックへと入っている。3番の萩原美沙は中段の位置に降りています。3コーナーカーブに入りました。先頭突っ張り切っています。5番の佐川翔吾、7番の栗田はここで交代いっぱいか。現在は2番手アウトコース、2番の高浜がこの番手、
3番手には3番の萩原美沙夫が降りていまして最終周回です。先頭は5番の佐川翔吾突っ張り切っています。後ろは2番の高間雄平、しかし3番手に入っているのは3番の萩原美沙夫、4番の篠宮一歩遅れまして4番手、その後ろから1番の小川正人がまくってきました。小川がまくってきまして現在3番手から2番手、おーっと落車がありました。3番の萩原美沙夫落車転倒しています。先頭は5番の佐川翔吾、後ろはどうか。2番の高間の追い込みが直線コースへ向いてくる。番手から2番の高間雄平、2番高間が追い込んだところがゴール。2着から最後は4番の篠宮哲郎と1番の小川。1番田中千尋が2番手です。初戦2着、決勝進出、初の決勝入りのチャンスも見えてきましたが、昨日7着と着を落としました。後方から最後方から6番の近澤良香、今シリーズは復帰戦の近澤、最終日見せ場以上を作るかどうか。6番の近澤良香上がっていきます。3番の森内愛香、118期の2人が上がっていきまして、残りは1周半、ジャンで切るか。6番の近澤ですが、2番の鈴木樹里が突っ張っています。鈴木樹里突っ張って1番の田中千尋がそのマーク、6番の近澤良香先頭の横を並んだ状態で最終周回。後方からは4番中西かなみ、中西かなみが一気に1コーナーカーブかまし切りました。かました4番の中西かなみ、そこではまったのは2番の鈴木樹里、2コーナーからバック。3番手では1番の田中千尋、その後ろから2コーナー4番手5番の川島桃香がまくってきますが、川島のまくり現在は1車進んだところ、内をついてくる7番の山本桃香、山本展開をついてくる。2番手から縦に踏み込んで2番の鈴木樹里、4コーナーから直線です。番手から2番の鈴木樹里が追い込んでくる。2番鈴木、外目から5番の川島2着か、あとは1番田中千尋。今日もラインの前を任されまして、昨日まくり発動でしたが不発に終わっていますが、今日はどうでしょうか。4番の市村がまず赤番で切りました。マーク3番の松村智和に6番布井博之、そして前踏んでくる2番鍋大輝は中段で、1番の神田亮は後方6番手、3対2対2の形になっています。赤番で切った4番の市村正樹、そして中段から切る今度は2番鍋大輝、阿部が切って1番の神田、どうでしょうか。神田が後方6番手、ここはまくり勝負になっていくのか。阿部がジャンで抑えてそのまま阿部が先行体制に入っていく最終周回です。最終日阿部大輝が先行です。3番手になったのは4番の市村正樹、人気の1番の神田亮は6番手からのまくり勝負、2コーナー回ってバック、その2コーナー3番手からは4番の市村正樹まくってきました。市村のまくり、マーク3番の松村智和に6番布井、そして後方6番手からは1番の神田のまくり追い込み、神田外目を回っていますがどうでしょう、届くかどうか。4コーナーから直線です。先頭3番手まくり、4番の市村正樹、マーク3番の松村を追い込んだかどうか。石塚に突っ張られてはといったところで、まずは抑えていきたいところ。4番の広田敦史、残りは2周回です。広田がまずは抑えに行きまして、石塚これを出すそうでしょうか。広田抑えました。中部の3者がまずは先頭から3番手で、これでどうでしょう。1番の尾形哲馬が3番の石塚凛太郎の箱に行っています。5番の村田正和、無風とはいかずに1番の尾形が本線の番手に競り込んでいます。3番の石塚凛太郎は4番手、この後ろが競り合いです。4コーナー回ってレースは最終周回と向かっていきます。先頭を抑えてかけました4番の広田敦史、
中部勢が先頭から3番手、石塚構えて4番手、この後ろはまだ競りが続いています。2コーナーからバックへと向かいますが、インコース1番の尾形が取り切ったか、まくってくる3番の石塚凛太郎、この後ろはどうか、2番の永井が切り替えてくるか、3コーナーカーブでまくり切っています。3番の石塚、切り替えた2番永井清文が番手、そして1番の尾形哲磨が3番手、直線コースへ向いてくる、まくった石塚、そして切り替えた永井2着、3着1番の尾形哲磨です。4コーナー回って残りは2周、赤番のホームです。今度は小野が誘導の後ろへと入っています。小野が誘導の後ろで引いていく6番の北野義春、3番手内目、3番手外には4番の中島正隆、まだまだ誘導員残った状況で2コーナーからバックへと向かっていきます。後ろ詰めから上がったのは7番の小野正義、そしてジャンで切ろうという4番の中島正隆、中島切りましたが、この上を6番の北野義晴が叩けるかどうか、中島ペースを上げてジャンから主導権を握っていきます。牽制する2番の中川勝隆で最終周回、超えることができるかどうか、6番の北野義晴最終周回です。前は両者がもがき合っています。4番中島、6番の北野、両者が踏み合ってまだ先行争いだ。2コーナーからバック、まだまだもがき合っている。7番の小野は後方を打ち差し込んでいる。バックから3コーナーカーブでどうやらバックまくり切りました。6番の北野義晴にマーク、3番の笠松信之、5番の近藤タスノリと打ち切り替える。2番の中川勝坂、直線コースへ向いてくる番手、これは余裕があるか。3番笠松智之、3番笠松追い込んでのゴール、2着大接戦になっています。金子が後ろ詰めから上がっていきまして、残りは2周、赤番ケージを通過するところです。金子に対して3番の大石健志、金子の動きを見ていますが、ここは一旦下げそうでしょうか。金子が赤番過ぎに切りまして、1番の沢田義和は切れ目から切れ目で4番手、3番の大石健志一旦下げての5番手です。金子が切りました。大石健志は引いて5番手、1周半を切っています。ジャン3コーナー、やはり動いて3番の大石健志引いて巻き返していく。マーク7番の斉藤達也、4コーナー回ってレースは最終周回ながら、先行は金子、金子先行しました。3番の大石健志、4番手からのまくり勝負です。その後ろは並走になっている。2コーナー回ってバックですが、大石2コーナー4番手からまくってきました。大石のまくりですが、後ろは誰もついていません。3コーナーカーブへ向かっていきます。金子が先行ですが、これを3コーナーカーブ1車でまくり切っています。3番の大石健志必死に追いかけるのは7番の斉藤達也、4コーナーから直線です。まくりました。3番の大石、2着から最大外4番エビネが突っ込んでのゴール、3着どうか。7番の斉藤達也が食い込んでいるかどうか。どんな展開でも決勝戦は勝ち切るか、2番の坂口風花。残りは2周、赤番ケージを通過して、後ろ6、7番手から7番豊岡彩子と3番の富澤恵美、この2人が並ぶように上がっていきまして、中段の位置まで上昇です。7番の豊岡彩子、2コーナー回ってバックです。前分けは1番の高橋千佳、そして2番手追走は5番の日野未来ですが、日野の横で足を止めています。7番の豊岡彩子、2番手が並走の状況です。2番坂口風花は現在は中段の位置で、真後ろ終始4番小坂智子、仕掛けてくるか。2番の坂口風花まだ動きはありません。4コーナー回ってきます。7番の豊岡単独2番手になって最終周回、先頭今度は3番手から踏み込んだ5番の日野未来、3日間とも最終バックを取るかどうか。5番の日野が先行していきます。後ろ追いかけるのは7番の豊岡彩子、そしてまくってくるのは2番の坂口風花、坂口が届くかどうか。先頭大逃げになっています。5番の日野未来逃げて、現在はリードより4写真ありますが、2番手まで上がってきました。2番の坂口風花が捕まえるか。マークは4番の小坂智子に乗ってくる6番の杉浦なる、4コーナーから直線です。まくり追い込み届くかどうか。2番の坂口はどうやら捉え切ってのゴールか。あとはどうでしょうか。接戦のゴールになっています。
磯島と3番の金子金久、この東北の2社が上がっていきまして、残りは2周、赤番の方も通過していきます。前は4番の谷本ですが、谷本すっと車を引きました。赤番で切ったのは東北勢5番の磯島康介、そして短期の2番の宮下一歩がこの3番手に切り替えて、一方の6番の佐伯翔太は最後方7番手、4番谷本正樹は引いた位置は4番手です。赤番で抑えました5番の磯島康介、磯島まだ流しています。4番谷本仕掛けはどうでしょう、3コーナーやはり動いていきます。4番谷本、いやここはどうでしょうか、谷本現在4番手、短期の6番の佐伯翔太が内内スルスルと上がっていきまして、中段4番手に上がってくる最終周回、結局そのまま5番の磯島康介先行です。そして短期内抜けて、今度はまくる体勢だ、勢いをつけて6番の佐伯翔太、佐伯翔太が踏み込んでいく、その後ろは2番の宮下一歩、宮下がまくってきまして、この後ろからは4番の谷本正樹、マーク加藤幹事はまだ後方だ、3コーナーカーブまくり切ったか、2番の宮下一歩、宮下一歩がまくり切っている、後ろから4番の谷本正樹、そして加藤幹事がやってきた、直線合成向いてくる、外目から最後は余裕を持って加藤幹事の追い込みです。2着どうでしょうか、2着を内外離れています。決勝戦近畿3名どう戦いますか。野原くんの番手について、野原くんにも、岡崎さんにも、迷惑かからないようにしっかり頑張りたいと思います。番手の競争というのはこれまで、何回かあるんで、しっかり、勉強させてもらいます。野原選手、今シリーズ見ていていかがですか。非常に強いんで、しっかり後ろで学ばせてもらいたいと思います。番手の仕事もきっちりとして。そうですね、はい、頑張ります。明日の決勝メンバー見て、また野原選手もいますね。はい、すごいプレッシャーはあるんですけれども、しっかりこの中で勝ち切れれば次のレースにもつながると思うので、精一杯頑張りたいと思います。後ろ森沢選手というのは頼もしい、頼れる存在ですか。はい、もうここのこの上なく頼りがいがあって、はい、楽しみです。明日決勝戦、あえて注意するところどんなところでしょう。しっかり自分のその力を出し切って、森沢さんとワンツー決めれるようにというところです。さあ決勝戦は茨城2社となりますが、どんなところを注意して走っていきましょうか。そうですね、今日も反省あるレースでしたし、明日それを生かして優勝目指して頑張りたいです。決勝戦のゴール前勝負はどうなっていきそうですか。いや、そうですね、今度は抜けるように一生懸命頑張りたいと思います。決勝戦は野原選手が近畿の前になりましたね。そうですね、はい。後ろ中井選手、岡崎選手を連れて今どんな気持ちですか。いつも通りしっかり仕掛けたいと思います。小原選手と鈴木選手と相手の印象はいかがでしょうか。そうですね、みんな強いんで、しっかり仕掛けどころ逃さずに走りたいです。決勝戦あえて注意するところありましたら教えてください。しっかり仕掛けるタイミングだけ逃さないようにしたいです。何か近況をなんか増やしていった練習メニューとかっていうのはあるんですか。いや、もう練習メニューに関してはあんま変わってないんですけど、先輩方にアドバイスいただいて、それをこう、自分なりに組み立てていけてるんかなっては思ってますね。決勝戦は近畿3名どう戦いましょう。3番手回ります。この位置はどんな位置だと思いますか。そうですね、いや、もう前2人が強いんでチャンスはあると思ってます。近況のご自身の脚力や精神面は上がったと思われますか。そうですね、少しずつまた自力が出るようになってきたと思います。さて決勝戦も武田選手との連携、やはり頼もしいですね。そうですね、はい。相手の2人はどんなふうに見てますか。そうですね、野原君は、先行もできますし、位置取りもうまいですし、小原君はダッシュもあるんですけれど、気持ちで負けないようにそこだけはしっかりして走りたいと思います。決勝戦はどう戦っていきましょうか。はい、また小原君の勝負でしっかり頑張りたいと思います。準決勝戦の小原選手、ついていていかがでした。そうですね、まだちょっとレースの組み立てが甘いかなっていうところあるんですけど、足はすごいあると思うんで。決勝戦また森沢選手人気になると思いますが、いかがでしょう。人気になったら頑張りたいと思います。
中段から前段の位置まで上がろうかという6番の鈴木健太郎。鈴木が一旦中段で足を止めています。東北勢の横で足を止めて残りは2周、ここで再び上がっていきます。茨城勢6番の鈴木健太郎が切って、これで2番の小原が抑えそうな感じ。切った鈴木健太郎、ジャン前2コーナーカーブ、2番の小原優太抑えています。これで4番の野原正也も前々に踏んでくる。野原正也が東北勢を一気に叩いて主導権を握りました。三者がどうやら引き切りそうか。この後ろからは2番の小原優太中断ながら、今度は前に踏んでくるのは6番の鈴木健太郎。どうでしょうか、東北勢内にかぶった最終周回です。最終周回1コーナーから2コーナーカーブと向かっていく。主導権は4番の野原正也、番手絶好か。1番中井俊介、2コーナーからバックへと向かっていく。まくってくる6番の鈴木健太郎がですが、現在は中断アウトコース。森沢太は現在どんじり最高峰だ。森沢最高峰から踏み込んでいきますが、まだまだ遠い。番手絶好だ、車間を切っている。1番中井俊介4コーナーから直線です。先頭4番野原正也、番手から1番中井俊介、中井俊介追い込んでの V。2着どうか、4番の野原か、あとは5番の岡崎と近畿勢です。